皆さんどうもこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師っぽい感じの、竹澤っぽいサンタでございます。本日はですね、クリスマスソングの解説ということでですね、ドラムとかギターとか改善させていただいておりますけれども、今回の動画はボーカルの解説ということで、撮影の真っ最中だからね、サンタの服装のそのままなんですけれども、ボーカル解説ということでゲストにですね、鹿美穂さんをお招きしてボーカルの解説をさせていただきたいなと思います。私は歌ってないので、まあ、歌ってる人に説明していただこうかなという感じでございますね。何かありますか、この曲をやるにあたって、なんかこう最初にこの心構えというか、心構え、まずは、まあ、スマイルですよね。スマイルニコッと笑って歌ってもらって、まあ元、まあ、笑顔で元気に、まずはこれが大事。笑顔で元気に。簡単そうで難しいぜ。簡単そうで難しいそうですね、悲しくても笑顔で歌わなきゃいけない。悲しくても歌を歌わなければいけない。でもこれは悲しくないからね。悲しくない。悲しい歌ですからね。これは大丈夫。これは割と楽しげな感じだからね。はい、大丈夫。まあ最初にこの A メロがね、ちょっとこう低い感じなんですよね。そうですね。割と石川さんはこのね、低い声がすごく苦手な感じだからね。ちょっと A メロがね、大変な感じだけれども。音はずれやすいとても。しないね。ちょっとねはちょっと切り目で歌ってほしいですよね。ねっていう感じで、ねーってちょっとね、締まりが悪いんで、悪い気はしないね。可愛く。ね。だそうです。うん、エメロそのぐらいです。受け止めようはいいんですか。2回目の。あ、ここも切ってほしいですね。涙は拾って。短く切ってほしいです。いやマスニン、ちょっと人によってはね、少しキーがね、低すぎて大変かもしれませんけれども、まあ、ちょっとその辺は頑張って声を出していただければなという感じでしょうか。ちょっと撮ります、はい、暑いですかね。臭い臭いリセクション、はい。この曲、唯一 B メロの続けのところのファルセット、ファルセットほとんどないんですけど、ここだけ緑と赤の飾り付けして、あ、そして結構レの音だからね、結構高い音だから、これ自分に申し上げて結構ギャーってなっちゃう感じですね。そうそうそう。じゃあファルセットって優しい感じで、優しくで、B メロの最後からサビに向けて元気を出していきます。緑と赤のぐらいか、いや、このさあ会いに行こうでね。あ、さあ会いに行こうで、そうかしてさあ会いに行こう、なるほど、ちょっと盛り上げる感じ、次につなげる感じで盛り上げていきます。はい、さあ会いに行こうあたりからググッと気持ちをドライブしていくわけですね。で、サビに行って盛り上がると、盛り上がる。メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。この後私が超苦手本当に苦手、困ったレコーディングの時、シンコペーションってやつなんですね。これは私も知らなかった。なんていう、ちょっと痛め、笑ってはしゃいでドキドキしちゃう、君の声が聞きたいんだ。そうですね、これはドラムとかでも一緒なんですけどね、このシンコペってね、そのなんかこうね、伸ばすのがね、短くなってしまいがちなんですよ。なんかこのちょっと極端悪くやると、そのなんかみたいな感じで、このね、なんかこのパパパン、パパピン、ポポピン、ポポピン、ポポポピポンピ、ポポポポポポ、これがなんか短くなってしまいがちなんですよ。ドラムとかでもパパピン、パパピン、パパピン、パパパピピみたいな感じで、ちょっと短くなってしまいがちなんで、ちょっと気をつけてくんの。しまいがちでした、私も。レコーディングの時にすげえ殺した。もう何回もここばっかりやり直した。鹿さん珍しくすげえ走ってんな。困った、いつももたるんですけどね。もたるんです、そう。シンコペーション気をつけろ。シンコペーション気をつけろ。はい。そしてサビ、二回しあるんですけど、ドキドキとワクワクっていう言葉があるんですね。ありますね。ドキドキワクワク感を顔でまず。顔ですね。歌声プラス
なんて言うんだろう、笑ってはしゃいでドッドッドッキドキ、ちょっとうまくできないな。なんか、私はここだけちょっと歌い方を変えるんですよ。ああ、本当にドキドキ感を出すためにちょっと声色を変えるんだ、うん、そう、うまくね、ちょっと弾いてください。クリスマス、メリークリスマス、笑ってはしゃいでドキドキしちゃう。伝わるかな、ドキドキしちゃう。そう、しちゃう、しちゃうって、まあ、ここでちょっと乙女感を出します。ドキドキ、そう、ワクワクも一緒ですね。心が弾けてワクワクしちゃう、しちゃう、しちゃう。そうそう、ここをすごく大事にしてます。ちっちゃん、ちっちゃん、ちょっとこの可愛い感じでね。そうそうそう、うまくしちゃん、ドキドキしちゃん、うん、そうですね、うんうん、こう声色コントロール、うん、ドキドキ感、ワクドキ感、ワクワク感、はい。あと他にそしてサビはそんな感じでございます。でまあ、2番に行ってもね、まあ、基本的にもないですからね。贈り物もやっぱり西川君ですか。そうだ、大きなみんなの贈り物、ちょっと寂しい、もここも切ない感じ、寂しい感じを出すんですね。切ない感じ、寂しい感じを、ちょっとなんか溜める。輝くイルミはちょっと切ない、ここがすごいサビでなんか一番大事なところだと思うんです、きっと。ああ、なんかメリークリスマス、メリークリスマスよりも、よりも、うん、可愛い感じで。そうですね、可愛い感じにまとめるケースか。そうですね、そうするといいと思います。はい、多分そうです、だそうです。だそうです、うん、はい、はい、あとは終わりました、これで。だそうです。じゃあとりあえず笑顔が大事ということで、まずはそうです、笑顔大事に、で、さあ始めよう、さあ会いに行こうあたりからね、ちょっと盛り上げてと、会いに行く、で、ドキドキワクワク大事にいただければって感じですかね。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。伝わりましたでしょうか。伝わりましたでしょうか。まあ、コピーをするときはですね、ぜひそんな感じの気にしながらやっていただけると、いいなっていう感じですかね。はい、はい、じゃあ他にも大丈夫ですか。大丈夫です。はい、まずね、まあ、今回その大層のクリスマスソングという曲で、まあ曲を書いてるのも歌詞書いてるのも実は僕なんですけれども、で、まあ、こんな感じになっているわけなんですよ。一見なんかこういうクリスマスソングとか見るとね、この1対1のなんかこう恋愛ソングみたいな感じになんか作る方がすごく多いですけど、僕実はそういうのすごい嫌いで、ちょっとどう皆さんが読み解いたかわかんないですけども、僕の中でもそのね、2対多数って感じなんですよね。なんか2対多数、いえ、なんかこの僕らって言い方してるけども、まあ、本当に2対数のことであり、まあ、その皆さんのことでありっていう感じで、なんかこの素敵なサムシングを届けるためのユニットっていう感じで僕はこの体質を考えているんですけれども、ちょっと皆さんがそのライブとか演奏するときもそのバンドメンバーがね、そのお客さんに対して素敵なサムシングを届けるユニットだと、クリスマスプレゼントを与えるサンタになっちゃえばいいじゃんみたいな、そんな感じで、あれ？そうですね、いいととってもいい、っていただけるといいなという感じですね。もうお客様のために演奏していただけるとっていう感じです。あいつを笑顔にしやんぜっつって、お前らを笑顔にしやんぜっていうマインドで演奏していただけると僕としては嬉しいなという感じでございます。はい、でちなみにですけども、輝くイルミはちょっと切ないというのはこれは石川さんの言葉です。別に僕はイルミネーション全く切なくないです。切なくなっちゃう、もう見たくないって思っちゃう私は。それはちょっとよくわかんないですけど、綺麗すぎてもう見たくない、綺麗すぎて見たくない、なんか悲しくない、もう終わるなって、始まったら終わるから、もう、あ、もう終わる、始まった瞬間にわー終わるわっていう気分になっちゃって、もう、え、何その生まれた瞬間から死ぬわもうどうせならつけないでって、この輝いた気持ちを与えないでくれって思っちゃうんですよね。なんかそんな気持ちになっちゃう。まあ分かる方いらっしゃったらコメントで書いていただけると嬉しいな。ちょっと
これは私は分かりかねる。私だけかもちょっと、分かりかねるあれですね。まあ、冬がちょっと、ね、あれとか分かるけどね、そのちょっと乾燥した空気とかね、こう寒い空みたいな、なんかそういうのは分かるけれども、イルミネーションは別に綺麗でいいんじゃないかなって感じですね。まあ、そんな感じの、あの秘話というか裏話があったりとかしました。ではでは、まあ、動画の方はね、ボーカル編が終わった以外にもいろいろ動画続くと思うんですけれども、本当にね、ぜひクリスマスライブが控えていたら、ぜひあのライブで使っていただけると嬉しいなという感じでございます。そうするとサンタ冥利に尽きるぜということですよ。嬉しいですね。これからママさんに見たら。しちゃう君のそばにいる限り